オリオンです。今回の雑学はこちら。はい。なぜサッカー選手は子供と一緒に入場してくるのかと。サッカーの試合前、選手が子供と手をつないで入場してくるのをよく見かける。選手と同じユニフォームを着てるが、別に選手の家族や親戚の子供というわけではない。ちなみに、エスコートキッズというですね。エスコートキッズは、J リーグの発展当初から行われている。選考される子供は、特に規定はない。例えば、ファンクラブの会員の中から、抽選だったり、地域の少年サッカークラブの子供だったりすると。